おはようございまーす。ねえ、もう食べてんの？お腹すいて死にそうなの？今日は久々の休み。やっとみんなが揃う春休みということだね。何も今日はないので、ちょっと朝ゆっくり起きました。さて、ほら見て、もう最悪な朝起きてきてから、ほら昨日一番綺麗じゃん、今までで。洗い物しないで寝ちゃったっていうね。これはまず片付けるとこからスタートしなきゃいけないっていう話です。朝ごはんどうする？ 1. パンを買いに行く。 1. パンを買いに行く。 2. 冷凍の食パン。それやだ。 3. 冷凍のご飯、納豆ご飯。 4. 昨日の残りのたこ焼き。さあどうする？パンを買いに行く。パンを買いに行きます。パンを食べに行く。本当はパン食べに行きたいけどね。パンを買いに行く。え、みんなで4人で買いに行くの？パンを4人で行くんだったら食べに行った方が良くないって。絶対今日空いてないよね。テラス空いてないよ。絶対に空いてないね。いや、じゃあ散歩がてら行って22で入って欲しいものゲットして出てくるか。いいね。うん、こうしよう。オッケー、決まり。行こう、入りに行こう。とりあえず洗い物だけしようから。なんでスーツで来たの？パン屋行くでしょ。え、パン屋行くでしょ。え、滑舌が悪いじゃん。パン屋に行くんでしょ。なんでパン屋に行くのにスーツ着てきたんですか？面白いでしょ。早く着替えてきて、ね、今そんな食べてさ、あなたこれからさ買いに行くんだよ。なんでなの？え、もうみんな出られんの？準備出るよ。え、だそれ寒いよ、上トレーナー着てきな。よし、これで帰ってきた時に入れるといいでしょ。とりあえず急遽行くことになったから UV だけ塗っていかないと。はい、行きます。 UV だけ濡らして、 UV だけ。ケイタ、ここだ。待って、いいよ、待たなく、早く。ひどい、待たなくていいって言われた。まだ30分かかるから。30分かかんない。先に行ってるよ。もう終わった。ケイタ、先のパン屋行ってよ。ひどい、もう終わったよ。早く早く来ちゃうからって、ひどくない？何それ。とりあえず今日焼け止めだけ塗った。うわぁ、ひどくない？本物だったらどうすんのよ。私手で持って、本当にブローチにしちゃうわよ。なんか、たくもうこんなも時間がない時にこういうことで遊びやがって、本当にもう。さあ、行くわよ。行っちゃったよ。とりあえず、行ってきます。遅い、あなたは用意が遅い。遅くないよ、ね、すっごい派手だね。明細にさ、表題もかってる。そうだ、たくみ、短すぎじゃない？前はそんなことなかったんだけど、なんだろう、太ったから、ね、手が伸びたんだよ。大きくなったんだよ。うん、横に。なんでもう食べてんの？コーヒーも入れてないし、飲み物も何もないんだけど。温める、温める、温める。温めないよ、早くしよ。なんかついたの？食べないの？何食べたいんだよ。じゃあどうぞ、ママは自分の方温めるわ、やっぱり。いただきまーす。マジでなんか揃ってみんなで、せーのが3、はい、いただきます。しないわけ、マジで。いいじゃん、もう。ちょっと 夜ご飯も食べるって時、名前とか見たもん。いただきます。そのままそっくりママに言うよ。はい、なになに？そっくりそのままママに言いたい言葉、パパが。ご飯はみんなで揃って食べようって言いたい。いや、いつもそろって食べてるんだ。揃ってないよ。そろって食べようって言ったらいつもドライヤー行くもんね。このタイミングで。だって、髪の毛が先にカーブさんと食べちゃうもん、だって。もう、コーヒーも入れる時間ないじゃん。食べていい？いいよ。いただきます。持ってて、ちょっと自分で。おー、いちごいいね。ママのパンが、できやがる。食べんの遅いね。だってママ焼きたいんだもん。朝ごはん、いただきまーす。ママだけ。ごちそうさまでした。お疲れでした。オムライス天然しすぎるんだよ。え、だってどうせ食べようと温かくて美味しい方がいいじゃん。これ実はね、香辛料多め。これ焼かないと美味しくないじゃん。焼いてみようか。カレーパンで単独にしたの。いつもと違う方がいいかなと思って。パパカレーパン好きなの知ってんじゃん、ママ。でもあそこのカレーパンあんま好きじゃないじゃん。好きだよ、これよりは少なくとも。これ食べる、これ美味しいよ。じゃあいただきます。そんな美味しいシステム美味しくないんだろうな。うんま。自分で下げといてあげるやつ。ゆずこぶだな、豚こい。あれ油ちょっと、イブ食べられてね。なんでママから言ってんの？どこになるかわかんない。ママはい、お風呂洗ってくるね。あ、お風呂洗ってくるってパパとか言っちゃってさ、寝ちゃうパターンでしょ。さあどうする今日。もう今日出かけるでしょ。うん、今日洗濯しないよ。今日は洗濯の休みの日にする。基本的に2日干しっぱなしだから。本当ね、文句を言うからね、あなたたちで手伝いなさいよ。えっと、何やってるよ。ねえ、おっきい掃除機知らない？トイレにあるよ。あれ充電されてないでしょ。うん、いやー、まあさっきの話面白かったわ。ゴキブリを置きました。この顔マジやばい。
だ、昨日ストレッチやってないね。今やってる。昨日やってないかもだね、明日から行けない。違う、違う、今やるから。めっちゃいつもの日常って感じ。ストレッチ、こたつで寝る、 VR 自由だね。4月になってもこたつをしまわない。ママに早くこたつしまうよって言ってるくせして、一番ここでこたつに入って幸せそうな顔してゴロゴロしてる。出かけないよ、せっかくの休みだよ。寿司ネタを買いに行こう、寿司ネタを買いに行こう、寿司ネタを買いに行こう。なんで3回行ったの。ねえ、どうする。せっかくの休みだもん。どこに買いに行くか決めとくよ。じゃあ寿司ネタ、うん、なんで寝てんの、ゴロゴロしてんの。マジで休みだから。休みだから出かけようよ。大きい公園に行くとか、海に行くとか。海行こう。あ、もう海の気分になったら。今日海だけは行きたくない。なん、理由は。混んでる。めっちゃ混んでる。絶対やだ。バーベキューやる。あ、いいね。やだ、やろうやろうやろう。バーベキューやるって、バーベキューの道具がないじゃん。それを買いに行くとかだ。キャンプとかもそうだけどさ、結局さ、後片付けは誰がやるんですか。ママじゃあやめよ。ほらね、もう決定じゃん。ママ絶対片付けやだ。絶対嫌だ、片付け。片付けをするって約束をするんであればいいけど、ママは片付け絶対嫌だ。絶対ママは片付けするじゃね。早く、時間がもったいない。いいよ、このままで。やだ、せっかくのお休みだから、どっか行きたい、どっか行きたい、どっか行きたい。さっきの僕と一緒じゃん。どっか行きたい、どっか行きたい。帰るでしょ、帰る。行きたくない、行きたくない。エータを説得して、この方がいいから。エータ。いいよ、もう行くよ。ほら、イエーイ。どこに刺身のネタを買いに行くか、誰が一番先にいいところを見つけられるか。よーい、スタート。あくびは映るね。映んないよ。映ってるやんかい。とりあえずちょっくら買い物に出かけるので支度をします。久々のオフだからお出かけをしたかったんだけど、まあこんな感じよね。結局ゆるりと一日が過ぎていくんだよね。ということで軽くお化粧をして、もうさっき UV 塗ったから軽く眉毛とマスカラだけ塗っていこうかな。こんなもんでいいか。結局さ、春休みだとさ、どこ行っても混むじゃない。結局行きたいところがあってもさ、あそこ行くんだったらあそこ混んでるから嫌だとかさ、渋滞するから嫌だとかさ、結局なんだかんだそんなだってさ、どこも決まらずで終わるっていうね、毎回そのパターンよ。なのでせっかくのお休みですが、どこかにお出かけというよりは、今日を取るは夜は手巻き寿司にしたいっていうことなので、そのネタを買いに行く日になりました。よし、ちょっと伸びたな髪の毛。そろそろ切りたい。え、何やってんの。ここ見てやって、どうせだったら。やだ、いいじゃん、早く一緒に。無理無理無理。なんで。何、思春期。うん、あ、じゃあママが溶かしてあげようか。ねえ、待って、負けるそれなのに。ママあと5分で出られるよ。みんなもう出られる。嘘でしょ。パパもう出られんの。お風呂入ったの。入ったよ。お風呂洗ってくれたの。お風呂、あ、お風呂洗ってない。ああ、いや、パパがさっき洗って。そうだよ、流したのね、ママ流した。1時間ほど煮てるよ。なんでそんな遅いわけ。2時やん。オッケー、あとは着替えるだけ。結局こうやってってどん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 出る時間がね、伸びていくの。すごくない。パパだよ。パパ、ママがぶっ飛ばすよって。もうほんといい加減にして。ねえ、なんでそんなの着てきたの。ほんとにぶち切れそうなんだけど、ほんとに。やめて、マジで。もう着たわ。やめて。あ、これだったらこれでいいよ。だからそれにそれはやめてって言ってるだけ。よし、やっと行ける。どこ行く。はぁ、ほんとに泣くよ。ウグイス平安京。はい、ニコタマにやってきました。結局どうすることになったかというと、お寿司屋さんごっこをしようということになって、買い物して帰ろうということになりました、はい、でもちょっとその前にお腹が空いたので、じゃあなんか小腹が空いたから何か食べようかなっていうことで、昨日の夕飯がたこ焼きだったにもかかわらず、今ココナとトムはパパはたこ焼き屋さんに並んでいます。美味しそうだった。おいー、ココナでーす。ココナでーす。え、パボまたまたまた、パパと無理。え、した？嘘でしょ。本当にやめてよ、どかすのは。マジで、ハトだけはやめて、マジで超キレそうな。この人はハトが嫌いなので。ハトはやめて。いる？いない。他はいいけど、ハトだけはやめて、マジで。それ一人で抱えないでくれる。何も食べないで。エタ、5個ずつだよ。うん、食べて、パパ。熱い？ちょっと待って、出来たてでしょ。うん、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 今、帰宅しました。いくら、中トロ、カニ身、カンパチ、赤身、タイ、ウニ、海苔プラス沖縄、え、あー
がやってたので海ぶどう、ジーマーミー豆腐、タイン飴、大好きなそら豆黒糖、おばあ自慢の島豆腐、沖縄そば、沖縄そばということで、これからご飯を炊いていきたいと思います。握っていきたいと思います。え、何？一緒に乾杯。そんなに冷えてないやん。これ入れますか？それ入れられない。奥さん奥さんじゃないよ。奥さん、いきますよ。おお、すごい、めっちゃ美味しそう。いいね。へでは、入れてくれたこのベル、あぶらけ食べていい？あぶらけ飲んでいい？ダメだよ。うまっ、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 締め切っちゃおうよ。まあ、じゃ塩漬けしてやるやるよ。どうやってやるの？調べて。マグロの表面に塩をまぶす。この塩でいいですか？おお、浸透圧ってのここでちょっと多いのではというくらい塩をまぶすのがポイント。表面だけではなく裏側にもしっかりとまぶしてください。吸い込む必要はありませんが、全体に塩がつくように手で優しくなでてください。え、それ多すぎじゃない？多いくらいって言ってたよ。多いくらいのくらいどう超えてないそれ。で、15分ほど待つとマグロから水分が出て表面がしっとりしてきました。マグロから水分が出たら表面の塩を洗い流します。ペーパーでさっと水気を拭き取れば塩マグロの出来上がりです。塩の味しちゃうの？だって塩マグロだよ。何を作りたいの？あなた無水分抜きたいだけ。これさ、難しいんだよね。切れちゃうんだよ。ひどいんだけど。なんでだろう。ねえねえねえ、マグロ、マグロ寿司になんないよこれ。難しいね、タイって。じゃあマグロやってみ。マグロも多分ダメだ。マグロ超うまいよ。ほら握れます、これで。ほらさあ、美味しいのか。うまい、できる。うまい、うまい、うまい。え、いいじゃん、うん、めっちゃ綺麗に切れてるけど。しくったわ、やっちまったな。でも視聴者さん、あー、そのマグロ、あー、バカだねってなってると思いますかね。まあ、いい勉強ということで、うん、もし、じゃあちょっとこれで味見をしてみるかね。父さん、超しょっぱかったら、うん、どうぞ。ちょっとしょっぱいけどうまい。え、しょっぱいの？ちょっとしょっぱい。いやなんですけど。ちょっと食べて、そのまま食べた方が一番いいかも。はい、でもうまいうまいうまい、しっとりしてる。ではここからですね、私の真骨頂をお見せしたいと思います。私が一番好きな瞬間を皆さんにお届けしたいと思いますので、ご注目ください。新郎新婦の入場です。 3,2,1 デデデデデデ。美味しそう。いいねいいね。 OK OK、 出来上がり。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。予約した。あ、二宮さん。はい。はい。お願いします。さて、ご利用初めてでしょうか。あ、はい。はい。まずお飲み物をお伺いしていいですか。あ、じゃあビールを。ナビル。はい、ナビル一丁ありました。すいませんね、今日ね、初めてアルバイト入ってきた。あ、そうなんですね。はい、こちら、海ぶどうとナムルです。これは春野菜のナムルになっております。あ、はい。箸休めにですね。あ、これは海ぶどう。はい、海ぶどうです。このタレをつけて。ティッシュ合わせよ。はい、当店はですね、コース料理になっておるんですけども、はい、そのままでよろしいでしょうか。早速握らせていただきます。まーす。アルバイトですよね。すいません。アルバイトは食べていいのですか。食べちゃった。食べちゃった。おいしい。味見です。箸休めしてください。始まってないのに。始まってないのに箸休め。あと一応ですね、はい、私もおっしゃっていただければ飲むことも可能ですので、いつでもお声掛けください。あ、じゃあもしよかったら。本当ですか。いただきます。早い。いただきます。すいません。はい、あ、はい。あ、お、あ、あ、うるさ。しかもギリギリなとこ置いたし。はい、第一丁。お客さん、何にしますか。じゃあ、マグロをまずいただこうかしら。中トロで。中トロ、はい、了解です。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。ちょっと癖がある。ちょっとじゃない。結構なんだけど。マグロ超いい。お、おいしそう。はい、いくらです。自分で食べてみたい。タイでお願いします。僕タイです、ね。はい、よし。あ、ウニ。はい、カンパチ一つ。はい、マシ。うわっ、めっちゃ美味しい。うん、勝手に言ったんだよ。セルフでしょ。何何セルフレジするんですか。うー、何おやすお願いします。はい、お子様学割は。何でさえお子様学割ってコース何円ですか。まあ、5000円使い消費税加えて36,000円です。消費税何パーセントで計算だよ。 3% いつの時代だよ。 10% です。あー、お腹いっぱい。
よし、終わった。さあ、洗い物も全部終わったので風呂に入ってきまーす。ママ、え、お風呂入んじゃないの？そう、あともうちょっと見てから。今一番面白いとこなんだから、これ見終わったら入るから。って言って何分経ってる？30分経って。ママ早く入って。あー、明日何時だっけ？9時30分。お弁当いるのか。いきなりお弁当いるって言われてもね。久々のオフでお休みだったけど、まあ結局ね、なんだかんだ言ってね、いつもねこんな感じでのんびりゆるりと過ごしております。ということで、皆さん春休みの二宮家の一日ルーティンでした。じゃあママ寝るね。おやすみなさー。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日も元気にいってらっしゃい。二宮小田がお送りしました。またね、おやすみー。